く、よろしくお願いします。まず最初の質問なんですけれども、はい、この今回の、はい、役柄が決まった時ですね、はい、シナリオを見てまず、率直にどんな風に思ったかというか、その辺ちょっとお聞かせいただきたいんですけども。はい、オーディションでしたので、内容はある程度聞いてはいたんですけれども、実際絵コンテとシナリオをいただいて、正直戸惑いもありました。でもすごくオーディションの時点で決めて、この役をミマを演じていきたいという、その時点でもうすでに決意をしていましたので、そういった意味ではそんなに、戸惑ったところというのは過激なシーンですよね。これまで私にはそういった役がなかったこともあって、でもっともっと勉強しておけばよかったなとか、いろんな人たちのね、洋画だとかそういったものをしっかりと、私の中に何て言うのかな、引き出しを作っておけばよかったなという、やっぱり役者としてこれぐらいのことで戸惑っていてはダメだなというふうに、いろんな方からも教えていただいて、もう台本いただいた時にはね、だからすごく決意が決まっていたというか、よし頑張ろうという、しっかりやりきっていこうという思いでしたね。はい。役柄決定後、シナリオを読んでみて、または、はい、実際に何て言うんですかね、いろいろいろんな役をやられてると思うんですが、はい、結構何て言うんですかね、今までになかったような感じの役柄というか、配役だと思うんですよね。はい、でその辺についてちょっとお聞かせください。はい、今回の作品でミマが感じたことと同じですね。役者として表現者としてのハードルを、どこまで超えていけるかなっていう、自分へのやっぱりチャレンジというか、私にとっての大きな壁なわけで、可愛らしい役だとかおとなしい役もやらせていただきましたけれども、ミマとは、夢が同じなので、歌が大好きでっていうところから始まって、そこから新たにいろんな経験をしていくという上で、演じるというか、どれだけ私がこれまで経験してきたことをミマと一緒に、進んでいけるかなっていうふうに思いましたので、なんかエピソードというか苦労話というか、今までこう、今日の今までの、はい、いわゆる録音が済んだ段階までで何かありますか、そういう苦労話。そうですね、今回の音響監督さんもそうですが、作品を作っている方たちがやはり納得のいくところまでっていうところでしっかりとお芝居を聞いてくださるので、私自身がほんの少しでも迷ったりつまずいたところはもうすぐに気づかれてしまって、でそれが2度3度の撮り直しだけじゃなくても、本当にテイク5とかっていうことが私の場合は多かったのですが、それぐらい本当にミマのアニメーションのね、ミマの、表情が活かせるようにというか、もうどこまでもなんていうか、どこまでも納得のいくまで、演じてきましたので、そういったところで大変だったのは、どうしても今回は、叫び声だとか息を荒くして
バーチャルミマを追いかけるシーンだとかそういったところがありますので、本当に本当に本当に応援してくださる方がたくさんいて、その方たちにもう一人一人にお礼を言いたいぐらいなんですけれども、私もね、いろんな役を演じて、そして私自身の引き出しもたくさん作っていって、いつまでも演じていくこと、表現していくことを約束したいと思っているので、どうか長い目で見守っていただきたいなというふうに思います。はい。